どうも皆さん、こんばんは。はい、こんばんは。なんですね。今日はですね、ちょっと急遽なんですけど、さっきスマホでですね、ツイッター見てたらですね、今来てます。ボヨヨン行進曲、今来ています。このコロナ自粛の時に、みんなに元気をということで、中西圭三さんのボヨヨン行進曲、お母さんと一緒の、元気になれるやつですよ。あれをですね、なんとですね、期待の、NHK のお兄さんお姉さんたちがこう、もうみんなで、もう一回盛り上げようということで、やってるという動画がアップロードされたということで、もうガズレレではもう、もちろんやってますよ。ボヨヨン行進曲3年前に。はい。で、そのレッスン動画、ウクレレで簡単にできるレッスン動画もアップロードしてました3年前で、それを今アーカイブアップロードということで、その3年前の動画今このまま、この後シェアいたします。ウクレレ。どんな方でもすぐに簡単にできるですよ。今このご覧のガズレレ YouTube チャンネル見てるだけですぐできます。それでこのボヨヨン行進曲、これ本当にね、もうダンスの振り付けもあるしね、歌も本当に、ね、なんかこう今いいです。そういうことで、この後まるまる3年前のレッスン動画、ウクレレ超簡単レッスン動画をシェアしますので、ぜひご覧になってください。終わった後またここに戻ってきますので、よろしくお願いします。ではご覧ください、どうぞ。どうも皆さん、こんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。今日もまた、このちっちゃいウクレレを使いまして、いろんな曲に挑戦してみましょう。さてさて、今回私ガズレレで、お母さんと一緒ガズレレというかね、幼児のお母さん、ママたちと一緒にこうウクレレをね、子育てで大変ですけど、ウクレレやるとね、もう一気にチャンネル変えることができて楽しいっつってですね、もうね、幼児を連れたお母さんたちとよくガズレレもあちこちで開催してるんですけど、そこでですね、よく尋ねられる曲です。ボヨヨン行進曲。この曲、お母さんたちはもうお馴染みらしいんですけど、まあもちろん私たち一般の人はあんまりね、聞いたことないと思うんですけど、なんと中西圭三さんが作ってる曲なんですよ、この曲、ボヨヨン行進曲。で、まあかっこいいんですよ、やってみると。で、まあ子供の心をわしづかみしてるんですけど、お母さんたちもしっかりわしづかみにされちゃってるみたいなんですけどね、ボヨヨン行進曲をできるだけ簡単にやってみようと思いました。はい。で、ウクレレなんですけど、簡単そうに見えるけど、私にもできるかなとか、興味あるなという方は、こちらのリンクをね、クリックしてください。はい、クリック。こちらには私が今までね、撮ってきた動画が、まあ、200何十曲。あるのと、初心者の人はこうやって持ってくださいとか、こうやって押さえてくださいというレッスン動画がリストになってますんで、それをやるとね、ウクレレ弾けるようになりますから、はい。ぜひ、先ほどのリンククリックしてみてくださいね。で、ボヨヨン行進曲なんですけど、コードはですね、簡単にはしたんですけど、それでもやっぱり、なんか中西圭三さんのこの世界観がやっぱりかっこいい、コードがかっこいいんで、コードが、ま、いくつか、1、2、3、4、5、6、ま、6、7、8ぐらい、まあ、出てきちゃうんですけど、コード7個か8個かって思わないようにしていただきたい。というのはですね、以前私が撮ったガズレレ必須コードの解説を見てからだとすごく気が楽だと思うんですよ。まずですね、今回はいつもかっこいいバージョン、難しいバージョンって やってるんですけど、すごくゆっくり、シンプルに、親子でセッションできるような感じで、やってみようと思いますんで、まあ、気を楽にして見ていてくださいね。はい。後でまたコードの解説もします。じゃあやってみましょう。いきますよ。1、2、3、4。どんな大変なことが起きたって、君の足のその下にはとてもとても丈夫なバネがついているんだぜ。知ってた？押しつぶされそうなそんな時だって、ぐっと膝小僧に勇気をため、まだスタンバイ OK、 その時を待つのさ。
の雲まで手が届きそう。よよよよんと高く飛び越えてみよう。西のふもとで笑顔で待ってる君がいる。ぽよよよんと空へ飛び上がってみよう。ほらあの星さえ手が届きそう。ぽよよよんと高く飛び越えてみよう。星の星最後のポヨヨンとかちょっと間違えポヨヨンイエ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 イポヨヨンイエ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 イじゃーんでしたね。はい、なかなかかっこいい曲ですよ。これ思わずなんていうかな、気持ちよくなっちゃいます。はい。そしてね、お子さんと一緒にワイワイ歌うのもいいし、ウクレレのこのコードの動き方もすごくなんて言うんでしょう、楽しいです。さっきも言ったんですけど、ガズレレ必須コードでこれできますからね。ガズレレ必須コード、はい、ここにリンク貼っときます。楽譜ノート大公開ポヨヨン更新曲です。中西恵三さん、はい、どうぞ。この曲、私がこう上にいろいろね線があって、これ歌のメロディーだったり、このタイミングを表記してるんですよ。ここはククって早口で歌うぞとか、そういう表現ですんで、まあ参考にしてもらいたいんですけど、こういうですね、やっぱ自分だけがわかるメッセージをどんどんノートに書き込んでいくのが私の一番のおすすめですから、これを自分でノートに書き出すときに結構理解が深まりますんでね、いつも言ってますけど、まあこれイントロで始まってここ歌ですね。はい、結構ね言葉も詰まってます。はい、ここまでずっと来てこうね、これショートカットバージョンですからね。はい。で、ここまで来てエンディングになりますね。どうでしょうか？メモれたかな？はい。歌詞がちょっとね、字が汚いのが特徴なんですけど、まあまあこんな感じで、分けてます。はい。はい。で、コードの解説を早速いきましょう。まずです。いいですか？ C、F、A マイナー、G7。この4つ、いつも言ってる入門コードですね。で、G7, E7, E-7, これ書いてある3兄弟です。これはもうわかるかな？ G7 と E7 と E-7、よく見てくださいね。E-7 が基本になってて、こことここを隠すとみんな一緒だから、3兄弟ですよって私いつも言ってるコードなんですよ。そういう意味で考えると、これはもう一つのグループなんで、理解が早いと思います。そして、たまに出てくる D7 ですね。これで、この曲の中はもう、今の、ボリューム4、更新曲、この1,2,3,4,5,6,7 このコードでいきます。ここにピッと書いてあるでしょ、ちょっと難しそうなの。あ、これごめんなさい、 D マイナーだ、これ D マイナー、 D マイナーもあるんで、じゃあ 1,2,3,4,5,6,7,8 コードですけど、さっきも言ったようにこの3兄弟を一括りに考えれば楽になります。そして A マイナーと D7 もよく見るとここを隠しちゃうと、見てください。Am と D7 ね。D7 のここを隠すとこれ Am になっちゃうでしょ？同じようなもんです。で、F と Dm もよく見てください。F と Dm ですよ。Dm のこちらを隠すと F と一緒でしょ。だから、なんていうの、コードは8だ、8だけど、ほぼ4つぐらいの中で、ちょっと1個2個足されてるような、そういう感覚で考えるとすごく気持ち的には楽になると思いますんでね。これが今のコードの解説です。で、先ほどのガズレレ必須コードですごく細かく解説してますんで、そっちもぜひご覧ください。でね、最後のエンディング、ちょっと最後間違えたところですけどね、イェイ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 って、ここの最後、決め、ジャンジャンジャンジェジェンってなるんですよ。ここだけちょっと、雰囲気、こういうのね、みんな好きでしょ？最後、ボイヨン、イェイ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 、ジャンジャンジャン、ジャジャン、ジャジャン、C を押さえたまんま、ここの3つを
えいって人差し指で、てんでんでん。もうコード名も別に特にないんですけど、このでんでん半音階で1回だけ入れると、この曲のエンディングっていう雰囲気がすごく出ると思いました。はい。でこれ更新曲でなんていうかマーチっぽい感じなんで、もう4つ弾きでいいと思いますよ、子供と一緒にね。そんな大変なことがあったってとこをてん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 ですから、まあ、あんまり難しいことを考えずに、とにかく元気に家族で歌おうっていうのが目的にすると、この曲ボヨヨン更新曲かっこいいと思います。あのね、ピューラリーランとことかもう本当なあかっこいい、なんかこうふーって入っちゃいますね、世界に。はい、これはですね親子でワイワイ歌ってくださいよ。じゃあボヨヨン更新曲、中西圭三さんの曲でした。はい、ボヨヨン更新曲ウクレレ超簡単レッスン動画、いかがだったでしょうか。音楽ってね、聞くのもいいけどやるのがまたねいいんですよ。皆さんこの楽しさ、ぜひ一緒に 歌うのから始めてもらって、ちょっと面白そうだなと思ったらぜひウクレレ手に取ってくださいね。はい、ウクレレやりたい方、ガズレレのこれホームページございます、リンク貼っときますんでね、ここ見たらいろんなことやってます。ガズレレのこといろいろ調べてみてください。もう今世界中でウクレレで音楽始める人が増えてます。どんな不吉祥な人でも、音楽音痴の方でもあっという間にできますんで、ぜひ始めてください。それでは皆さんごきげんよう、さようなら。